ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ裏より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ裏のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ911カレラ2015年式35,900キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。はい、相変わらずの991人気、はい、すごいっすね。まあすごいっすね。何なんだろう997の V 字の値上がりが思ったより多分早い方だと思うんでね。なのでこう991が下がりきらないままにずっとっていう、なんか何なんだろうねもうなんか値段維持率というか、うん、もう普通だったら2015年式じゃないですか、うん、こちらでもう6年7年間もなく経過しようっていうところだと思うんですけど、欧州車で言ったらもう3万キロ7年落ちって言ったらもう半額も全然珍しくないんじゃないですか、うんうん、そこをこの値段維持率っていうのはやっぱりこの一つ人気と、うん、まあ、ポルシェが評価されているところなのかなっていう。だと僕思うんですけど、ポルシェ結構節目の車って結構注目度がやっぱり高いのかなっていう、うん、で特にこの911の991型、うん、1.1 前期型ですよね、うん、が、一応 NA の最終、うん、まあ、今後多分出てこないであろうって言われてるんで、うん、NA の最終のモデルになるんですよね。なのでその辺もあって割と皆さんこう評価というか注目が集まっているところなのかな。 で、ね、はい、で今回ちょっとふわっとですけど、うん、勉強し直したらそれだけじゃない結構こういろいろ節目な部分があるんですよね、うん、なんでちょっとその辺は順番とあとは市場の、途中にご紹介させていただきたいと思います。はい、でまずポルシェといえばやっぱりオプションと、まあ、あとは仕様だと思うんですけども、うん、まずこのボディカラーがアゲートグレー、はい、これ割とまあ見るといえば割と見る色ですけど、うん、これかっこよくないですよ。僕好きなんですよね。僕も嫌いじゃないです、まあ、ガンメタ系は個人的には好きですね。なんか上級者な感じしますよね、はい、うん、まあ、もちろん黒とかホワイト、キャララホワイトなんかもいいんですけど、ちょっとこのグレー系っていうのはなんかあんまり古さも感じないし、うん、あとはちょっと傷が目立ちにくいなんていうのも、そうですね、はい、傷、汚れともに目立ちにくい、ね、なんで割とこう維持もしやすいのかな、はい、うん、あとは気になるところといえば、まあ、年数的にコンディションと等々あると思うんですけど、外装に至るのはかなり綺麗な個体ですね、うん、まあ、35,000キロ、まもなく6,000キロですけれども、全然外装、まあ、飛び石だったりとか、ね、特にその、まあ高速移動だったりだとかスピードが出せる車なんで、うん、前回りの傷なんか割と気になるところですけど、全然今回の車は、うん、エンブレムの汗もそうですね、うん、コンディションは非常にいい方ではないかなと。ただちょっと細かいところを見ていくと、ちょっとヘッドライト細かいこの紫外線によるクラックですかね、そうですね、あったりだとか、あとワイパーがちょっとこう少しこう劣化感、うん、まあ、あとはそのカウルのところですか、プラスチックなんかが少しちょっと劣化してるかなっていう、まあ、その辺は交換していただいたりだとか、うん、まあ、リフレッシュしていただいたりすると、はい、まあ、パリッとするのか。であとオプション系に関しては今回割とシンプルというか、そうですね、はい、そんなにこうてんこ盛りなオプションはついてないお車ですね、はい、まあ、車のキャラクター的に彼らっていうポジションだとあんまりオプションもりもりの車ってあんまりないですよね、うん、であれば、ね、まあ、彼ら S だったりとか、はい、うん、GTS という買う方がおそらく多いと思うので、まあ、割とこの辺ちょっとシンプルな方がいいんじゃないかなと。あとはこの彼らのこのスノーカレラってなんか他の車にあんまり当てはまるところがなくないですか、うん、どうしても他の車ってやっぱりヒエラルキーじゃないけど、うん、一番下の車ってあんまり注目が集まらないことが多いじゃないですか、うん、ただこの車に関してはなんかもう彼らって検索しても検索候補でスノーカレラって出てくるぐらい、うん、なんかちょっとこのスノー何もついてない状態の評価がすごく高いのかなっていう感じしますよね。あえてこうスノーカレラみたいですね、うん、結構こうあえて何もつけないで乗られるという方も多い感じがします、うん、はい、であとはもうポルシェの場合は特にうちの場合いろいろこうプラスアルファでできるじゃないですか、でなおかつもう補助も切れてますから、まあ、自由に楽しんでいただいてもいいんじゃないかなと思います、はい、そしてこんな前回りになってて早速じゃあ回っていきましょうか。横はちょっとあの僕今回正直に言っていいですか、はい、ちょっと個性的かなと。そうですね、はい、かそうですね、そうですね、まあ、ここは好き嫌い分かれるところですけど個人的には、はい、このボディカラーに、まあ、このアルミのカラーはそんなに嫌いじゃないです。うわすげえかっこいいっていう感じでもないですけど個人的に、うん、ただ悪くはないかなとは思うんですよね、はい、まあ、万人受けするので言ったらやっぱり黒とか、そうですね、まあ、ガンメタ系のホイール、はい、もしくはシルバー系のホイールなのかなっていうところなんですけど、うん、今回の場合ちょっとひねってちょっと ゴールドなんですかね。そうですね、いや、シャンパンゴールドぐらいな、ね、的なホイールが、はい、これいや全然かっこいいじゃんっていう方だったらもうめちゃめちゃお買い得ですし、うん、
まあ、あとはもう先ほどご紹介させていただきましたけれども、まあ、カスタマイズのサル部分として、まあ、足元変えると車の全体のイメージ変わりますから、ね、そうですね、はい。まあ、この辺なんかを変えていただくとなおいいんじゃないかなと、はい。で、まあ、ご紹介ちょっと前後しちゃいましたけれども、ホイールの方が BC フォージド、サイズが20インチですかね、はいはい、こちらのものに交換されております。まあ、もう結構あのおかげさまでモンド各店でも取り付けする機会も多いですし、うん、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、海外製の単造ホイールですよね。でクオリティもすごく良くて、なおかつ JWL って日本の強度規格、まあ、その出づらさえ問題なければ車検なんかもそのまま問題ないという、うん、もちろんそのまま使っていただいてもいいですし、まあ、あとはやっぱり変えるとちょっとお金かかるんだよなっていう方はこれ塗っていただいてもいいんじゃないかなと。そうですね、はい、リペイントしてもらって、まあ、デザインは悪くないと思うんで、まあ、ガンメタとか黒なんかによると、うん、まあ、割と結構デザインもちょっと違って見えるのかなっていう、そんな感じはしますよね。あと僕の個人的な趣味で言うと、あのテックアートのホイールを履きたいです。はい、はい、このボディカラーにはなおさら、ね、そうですね、そうですね、はい。まあ、なんでそのいじる楽しみっていうのはまあ一つある、うん、あと今回結構車高下がってますね、うん、ちょうど指が1本入らないぐらいでしょうか、はい。こちらがベルシャインの車高調に交換されていると。はい、で元々 PSM なし車ですよね、うん、なしだったです。なんでそのまま交換されて、はい、ベルシャインも B16 減衰調整ができるものになっているので、はい、まあ、シーンに応じて、まあ、回していただいてもよし、ベストなところを見つけていただいてそのまま乗っていただいてもよしっていう。そうですね。でプラスロベルタが今回は入ってますので、なるほど、はい。まあ、結構下がってますけど、はい、まあ、リフターシステムで上げることもできるので、はい、使い勝手も損なわないと。あとタイヤは結構溝はまだまだありますね、うん、で年数的には、19年ということなんでそんなにまだ、うん、はい、立ってないかなっていうのも、これ、大阪店の方で実はカスタマイズさせていただいた車なんですよね。なんで素性もはっきりしてますし。そうですね。でのその後の整備も全部うちでやらせていただいている車なので、はい、まあ、年式距離でちょっと心配される方いらっしゃるかもしれないですけど、まあ、全然安心して乗っていただけると思いますね。自信を持ってお勧めできる1台じゃないかなと思います、はい。そしてあとは横、まあ、本当に素というか、はい、細かいオプションなんかもミラーなんかも標準のものでザラザラのまま、はい、そして後ろに行くと同じようにこんな感じで、後ろは少しコンケーブというか逆反りデザインになってる感じですね。だから今回ちょっとあんまりバチバチに出してる感じじゃないんで、うん、まあ、車検だったりだとか、まあ、このまま車検いけます、問題ないんじゃないかなと、はい、こんな感じになっております。だと全体的なものでいくと997より随分こうちょっとワイドアンドローになってるんですよね、うん、車が結構僕今回ちょっとあえて見比べてみたんですよ、997とサイドビューを。この辺とかも全然違うんですね、うん、なんか全体的にシルエットが変わらないから割とこう前回りと後ろだけかなと思ったら、この辺のクォーターの窓の形とか全然違う、うん、ドアの切り欠き方も全然違う、はい、なんか余計こうシュッとした感じで、それもそのはずで、一応この991型からプラットフォームが変わってるんですよね、うん、そうですね、はい、でそれも僕ちょっと読み物読んだんですけど、びっくり、このプラットフォームが変わったのがこれで3回目らしいですよ、うん、3回目っていうか3番目のプラットフォームらしいですよ。1962年ぐらいでしたっけ、63年かな、そのぐらいからずっとポルシェって作ってるじゃないですか、うん、911で、それで2回しか変わってない、すごくないですか、うん。で1回変わったのが996の時らしいんですよ、うん、そうですね、で、はい、その次に変わったのがこの991型ってことなんで、まあ、割とずっと同じ形を保ってるんで、うん、あんまり変わらないのかなと思いきや実は変わってる。そしてただもう見るからに、はい、まあ、彼らだっていう、そうですね、分かるスタイリング、はい、あとこの大きいお尻と、はいはい、そしてテールランプが前期型ということで、ちょっとこの一体感のある感じの方ですかね、うん、点になるとちょっとこう立体的になるじゃないですか、はい、私こっちの方が好きなんですよ。あ、本当ですか。僕は正直いくと後期の方が、はい、ちょっとクイクイってしてる感じが、はい、そうなんですね。私はこの後ろ姿は、はい、前期型の方が好きなんですよね。ちょっと一体感はありますよね、うん、確かに丸みがこうあって、はい、個人的にはこっちの方が好みです。そしてこのモデルの部分に関しては、モデルロゴの部分に関してはこれマットブラックの、うん、はい、これオプションというか選択するものでなってる。ただ彼らのロゴは入ってないんですね。そうですね、911だけになってると。あとは今回の車はスポーツエキゾースト月車ということで、はい、はい、まあ、そのまま乗っていただいてもよろしいです。前後の PDC はないです。あ、
そういうことですね。そこ重要なポイントでしたね。はい、はい、なので穴がなくてすっきりしてます、はい、プラス思考でいくとそうですね、はい、すっきりしてて、まあ、バックカメラはついてますので、はいはい、まあ、こんな感じの仕様になっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、内装に関してはもうご覧くださいとしか申し上げられないんですが、まあ、内装も特段こう豪華オプションだったりだとか、はい、便利オプションっていうのは極力ない感じ。そうですね、標準のスポーツシートと、はいはい、そしてエントリー&ドライブもついてない、はいはい、リモコン操作でドアアンロックロックかけていた感じですね。で、ステアリングなんかに関してはもう至って標準のもの、ただ一応オートエアコンに関してはついてるのと、あとはスポーツプロのは人気オプション、はい、ここはやっぱりついててほしいところですね、うん、はい、しっかりついてる、本当になんか最低限シンプルに乗っていただくのに、ね、いい仕様になってるんじゃないかなと思います。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。ちょっと結構車高が下がってるだけあって低さは感じます、はい、でステアリングはこんな感じで、まあ、多少の使用感はありますけれども、まあ、傷だったりとかっていうのは大きなものはないんで、まあ、非常に好印象な感じです。そしてメーターは標準のこの黒いタイプこちらになっております。そしてスポークロも同じように黒いタイプのこちらが装着されてございます。でナビはこれ純正ですよね。そうですね、純正のクラリオンのナビがついております。そしてオートエアコンで、あとこの辺はこんな感じです。モード切り替えと、あとウィングと、アイドリングストップ、そしてスポーツエキゾーストがこんな感じでついております。であと僕思うんですけど、何度もポルシェご紹介させていただいて今更なんですけど、ポルシェのあのシフトのアップダウンって逆なんですよね。うんうん、そうですね。これ月村さんどう思います？どうなんですかね。僕は逆の方がいいですね、プラスマイナスですよね、うん、ちょっとそこだけ改めて今回いろいろ読み物読んで、あ、確かに逆なんだと思って。ただ結構他の車もあるんですよね、うん、日産のなんか 34Z とかも確か逆なんですよ。ちょっとそんな感じのシフトになってて、後ろに引くとダウンで前に倒すとアップっていう、こんな感じ、はい、まあ、パドルは後ついてますから、まあ、その辺は便利に使っていただけるんじゃないでしょうか。あとはシートが、まあ、標準のスポーツシートということで、前後が手動、あとリクライニングと高さ調整に関しては電動のこちらのタイプになっております。そしてあと今回の車に関してはレーダー探知機、あとドライブレコーダー、これドライブレコーダーは前だけですね。前だけですね、はい、この辺の後から付けたいものもしっかり最初から付いてると。あとピラーに関してはこのプラスチックのタイプ、ただルーフは確か全部ですよね、はい、アルカンターラのルーフになってございます。ルーフもコンディションは抜群でございます。そしてバイザーと、はい、この辺のなんかシンプルな感じがいいっすよね、うん、こんな感じです。であとポルシェ重要なものといえばこちらの電動格納のミラーも今回ついてる。で本当になんかついててほしいのはついてますね。最低限なところはついてますね、はい、プラスアルファはないですけど、うん、なんか最低限のところはしっかりついてる。であとは一番最後のご紹介になりましたけど、一応ロベルタのリモコンがここに貼り付けてある感じですよね。これはちょっと後で動き見てみたいと思います。じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います、はい、よいしょ、こんな感じで非常にボンネットの中もコンディションが良く、あんまりこう対応されてる方だとちょっと使用感出たりしますけど、ボンネットに関してはあんまりこう使われなかったんですかね、トランクに関しては。でこの下に、はい、ロベルタのロベルタのタンクがこんな感じでついております。だからちょっとだけ容量が少なくなってる感じですかね。そうですね、はい、高さにして20センチはないですよね、うん、15センチぐらいですかね。この手のひらいっぱいまでいかないぐらい、このぐらいの高さのでちょっと底上げしてある感じなんで、まあ、少しだけ荷物は積めなくなってる、こんな感じになっております。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、うん、って言ってもちょっ と,、まあ、ちょっとこの方からほぼ見えなくなってるんですよね、うん、はい、でここがやっぱり一番ポイントじゃないかなと思います。 3.4 リッター NA 350馬力ですよね。で後期になるとダウンサイジングして、うん、ターボになるんで、この辺の乗り味と音と全く変わってくる部分じゃないですか。乗ると気持ちいいっすこれで。なんかこうもちろんその彼ら S でもう少しパワーアップしてるのとか、うん、もちろんポルシェで言ったらすごく上のモデルまでたくさんありますけれども、やっぱり回し切る楽しさもありますし、うん、まあ、もうストリートで言ったら
一番上のターボ S から彼らからそんなにこうはっきり違いが分かるほど使いこなせる方ってやっぱりあんまりいらっしゃらないんじゃないか、うん、で本当にこう速度レンジが高いところとかサーキット行くよって言った時にこう結構違いが出てくる、まあ、あとはロマンの領域になるのかなそうですね感じはしますよ ね、 すね、はい、なんでまずこの彼ら素の彼らですよねで楽しんでいただくっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ポジション俺好きなんだよね、この彼らのシートポジションですか、うん、ポルシェ全般このすごくシート良くないですか、うん、いい、なんかタイトすぎないし、うん、運転しやすい、めっちゃ、うん、うわめっちゃ音良くないですか、うん、いやいいな、行きましょう。これロベルタは4輪ついてるんですね。そうそうそう、前後で、ね、じゃあ全然何にも困らないですね、うん、そして一応ミッションの方がおなじみの PDK7 速オートマ、はい、これなんかいろいろ調べたらあのマニュアルのギア比とほとんど変わらないみたいですね。うーん、なんか3速だか4速がちょっと変わってるだけで、うん、あとほぼ一緒っていう。で7速に関しては、最高速出す方じゃなくて、うん、なんかその回転を抑えて燃費稼ぐ方の7速みたいなんで、うん、一応6速で最高速が出るような仕様になってるらしいです。で気になる足に関しては、まあ、適度に固められてる。まあ、街乗り全然できちゃう感じですかね、うん、はい、乗りやすで、やっぱり宇宙一止まるブレーキを作ってる、ブレーキがついてる車を作ってる会社ですから。そうですね、ブレーキはめちゃ効きます。しっかり止まる、はい、エンジンの方も911からちょっとこうブラッシュアップされてるというか、うん、新しくなってるんですよね。そうですね。で結構996、997って、まあ、その水冷初めて、うん、まあ、シェイクとしていろいろなんか試行錯誤したのもあって結構いろいろあったじゃないですか、うんうん、そうですね。で僕興味があっていろいろ見たんですけど、まあ、シリンダーがまずなんかあのオープンデッキなんですよね、うん、それをヘッド側の方がこう開いてる、うん、閉じてないやつで、やっぱりパワーモアパワーってなってくると結構その辺が悲鳴を上げるというか。でそこを理解したのがまあパーツのその交換のタイミングだったのか入れ替えのタイミングだったのか分かんないですけど、一応 991.1 からはクローズドデッキになって、うん、でなおかつあのヘッドボルトの間隔も等間隔になったみたいですよ。なるほど。996、997まではあの長方形
こう四角に結ぶとこう長方形になるヘッドボルトの位置関係だったらしいんですけど、それが991からはもう正方形になる各シリンダー4本ずつっていう、こう設計になってるらしいです。だよりこうエンジンが進化してるのが991みたいです。いや乗りやすいですね、で踏めばどこからでも。やっぱりターボよりちょっとリニアな感じやっぱりしますよね、いいな。で一応吸気側のサウンドチューニングもかなりされてるみたいで、なんか4250回転だっけか、それから6000回転でなんかその吸気のフラップが開いて車内にこの音を取り込むようになってるらしいです、シポシポ言うようになるの。でしかもその音響担当がいるらしいですよ、ポルシェ。なんか録音するような、なんかこう音が反響しないこう突起が出てる部屋あるじゃないですか、あそこに車入れて、なんかちゃんとこういう測定するやつつけてやってるのが出てましたよ。だそのぐらい音にもこだわってる、結局なんかその音がドライバーに伝わるとその車のまあ状態が捉えやすかったりだとか、まあ、あとはやっぱり気持ちに訴えかける部分があるんで、まあ、その辺なんかはしっかりやってるっていう。だ安全面とファンな部分と、そうですね、っていうところですね。でしかもそれもなんかそのない音を作り出すんじゃなくて、もともとこの991が持ってる音をチューニングというか調律に近いらしいですよ、聞こえない方がいい雑音はこう抑えてより強調した方がいいところをこうドライバーに届けるっていうことをやってみました、でわざわざその吸気の脈動の音を作り出してなんかこう嘘くさくじゃないけど、やってるんじゃなくてあくまでこう自然にっていうことみたいです。いかがですか、杉村様。いや、欲しいですミートゥーです。欲しいミートゥーです。ほんと素の彼ら欲しいです、はい、ミートゥーなんですけど、ちょっとこの価格のこの、そうですね、はい、ストップしてる感じに踏み出せません、私、いや、いいなぁ。なんかもう街乗りでこう気取らずこう乗って、たまにこうスポーツ走行もできる、そんな乗り方がいいですよね、彼らやっぱり、ちょっとだけじゃあ片鱗を、いいですか、気持ちいい。ただポテンシャルが高すぎて、これ高速道路で試すやつです。そうだね、一般道だと試しきらないです、なんかもうあそこ右行って少し走ってみる。そうですね、ちょっとじゃあ幹線道路にちょっと出てみます、今でもこれ閉じてますからね、はい、あ、そっか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 。なんかトルクの出方にこうターボほど何ていうんですか、こう極端な波がないというか、フラットにこう、パワー出るんですよね、モリ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 っていう感じじゃないですかね、なんかもう想像通りっていうか、初めて乗ってもなんかこの分かる感じ、吹け上がる感じ、それがこう感覚的に気持ちよさにつながる、ね、っていうところだよね。ちょっと気持ちよさはもうこれ最強だな、ジンバ一体的なところにはつながっていくんじゃないですかね。だって車が速く感じるんですよね、ポルシェって。なんかいろんなメーカーあって、中にはこう知らない間にスピードが出ちゃうような車もあるんですけど、なんかポルシェってなんかすごく車が速く感じる。でこの座った時のこの車両感覚っていうのが俺本当に絶妙で好きなんですよね、まあ、991になって過去の彼らから少し大きくなったとはいえ、それでもやっぱり車両感覚のつかみやすさはなんかいいなって、体にしっくりくるっていうか、なんかそれも幅はほとんど変わってないんですよね、長さがちょっと、あとホイールベースが一番長くなったのは9センチぐらい長くなってるっていう、結局それで安定性とコーナリング性能がアップしてるっていう、でなんか安全性能とか車のその作り方の流れどうこうじゃなくて、なんかちゃんとこう理由に基づいてなんか言ってる感じですよね、
なんか見えてるその先があんまり変わってないみたいな。ポチッ。うわあ、買います。これ買います。気持ちいいよね。めっちゃ気持ちいい。これが素で味わえるってやっぱりすごいメーカーっすね、うんうん。普通やっぱりこう主役のグレードがあって、それでどこかにこう、まあ、削っていったりとか、うんうん、していろんなこうサイズ、サイズじゃないグレード展開があったりしますけど、ポルシェってやっぱりこうスタートが彼らで、うん、もっと上のものとしてなんかラインナップされてる感じですよね、うん。これ主役っすね。ここがベース、本当にベースなんだよね。なんそうですね。でもちろんその彼ら S とかもありますけど、うん、基本的に彼ら S のエンジンってボアアップしてるんですよね、うん、ストロークとか変わってないんですよね。キャラクターの部分大きく変えてない。いやもっと回したくなっちゃうもん、うんうん、そうそう、もっとぐーっとね回したくなります。回したくなるよね、はい、やっぱりエンジンがいい車っていいな、うん、本当に車の感覚つかみやすいしブレーキ効くし、うんうん、回すし回せるし、うん、回して楽しいし、スポーツカーだし GT カーでもあるし、そうですね、うん、僕読み物読んだんですけど、ポルシェってその GT カー要素もすごく強くて、うん、とにかく疲れない、うん、で結局その疲れないってドライバーに負担かけないっていうのはそのタイムにもつながるんで、うん、そういう車の作りらしいですよね。塚原さん、ニュース見ました？ついに911より体感の販売台数の方が多くなっちゃったんですよ。マジで？マジです。世界販売。世界販売。もともとでも911ってそのポルシェの中でメインで売ってる車種じゃないじゃないですか。うんうん、ほとんどがパラ、カイエンとマカンなんですよね。マカン、そうね。その2車種、2車種で確か半分以上。屋台骨なんですよね。そうね。だメインで売ってる車ではないにしても、うん、ちょっと新しいその EV である体感が。ちょっとこれを911を超えたってちょっとびっくりじゃないですか。あ、ちょっとショッキングだねそれ。でこれ20万台以上作ってるんですよね、確か、うん、でこのペースでいくともっとそうなってくる。でポルシェも今すげえ試行錯誤してますよね、いろいろ。で EV もそうだし、なんか次世代燃料も開発してるらしいですよ、うん、環境負荷のかからない燃料。水素エンジンもどうなるんだろうね。水素エンジン僕乗ったこともないし聞いたこともないんであれなんですけど、もしこの音とこの走りが水素で再現できるんだったら、うん、なんか十分こう未来があるなと思います、うん。どっか曲がります？そうだね、まあ、もうちょっとどこまででも走っていっちゃいますよ僕。そうだね、指示しないと。このなんだろうな、本当絶妙ですよね、うん、音と振動と。いいなぁ。やっぱりスポーツクラスにすると少し引っ張り気味に、うんうん、でちょっと低速で巡航するには少し肉尺感が、まあ、余計踏みたくなっちゃいます、はいはい。もしこれ買ったら、夜な夜な、まあ、別にスピード出すっていうわけじゃないですよ、うん、夜な夜な高速道路に乗りに行きます。そうだね、はい、ちょっとこれは気持ちいいよね。気持ちいいですね。うん、本当憧れるポルシェ彼ら。であとは今回、の車についてロベルタ、うん、いいのは結構そのリフターシステムとか、まあ、エアサスしかり、結構そのどうなのって心配される方、うん、使
少なくないと思うんですけど、一応ロベルタに関してはあれなんですよね、もし最悪、まあ、あんまり故障が効かないですけど、うん、例えばその一番下がった状態になっちゃったといった場合でも、基本的に一番下がった状態でその走行車高が設定されてるから、うん、もし故障した場合なんかは、まあ、上がらないってことになるんですけど、走って帰れないってことはないですよね、うん、そうですね。そこ結構メリットじゃないかなっていう、うん、結構ドレスアップ目的のあのエアサスなんかも割と最近多いじゃないですか、うん、あの辺ってもう故障しちゃうと思うのって変えないですけど、うん、ロベルタに関しては基本的に車高を上げるシステムだから、もし万が一の場合があっても全く問題ないって帰ってくる分には。で、にしてもトラブルほとんど聞かないですか。信頼性高いですよね。高いですよね、あれだけの台数スーパーカーとかにつけてて、うん、あんまり聞かないですもんね。ネットにあのエンジンがある車種も一応サウンドかなりこだわってるらしいんですけど、うんうん、やっぱりもう構造上この前にあるのと後ろにあるので、うん、聞こえ方が違うので、うんうん、そうですね。もうそこに関してはこのリアエンジンの911用にセッティングされてるらしいです。だから独特ですもんね、うんうん、この音の聞こえ方とトラクションのかかり方と、うん、ポルシェのそう、まあ、カレラ系の音って本当になんかこう機械的な音じゃない？なん独特な、それまさにそのサウンドチューニング の、 あの担当の人が言ってました、うん、この911に関しては特にそのギアの音がする、うん、ポンプの音がする、うん、それをこううまく調律してあげるのはすごく大変な作業だったっていう、うん、そういう機械音が入ってくるっていうのが本当に彼らのこう、はいはい、歴代彼らそうよね。なんかそうですね、メカの音が、メカの音が入ってくるよね。これ左入ってどっかで変わろうか。車好きが一番喜ぶやつです、うん、はい、でこれでもあれじゃないですか、あの水冷になってちょっと聞こえにくくなったんで、そうね、うん、ちょっとマイルドな感じはあるけどね、はい、やっぱり助手席の方が後ろ感を感じますね、うんうんうん、350馬力って別にこう驚くべきパワーでもないじゃないですか、うん、ではないですね、うん、下手したらコンパクトで出ちゃってるじゃないですか、うん、けどなんか車速くないですか、うん、でまた速く感じるっすよね、うん、で決して軽くもないんだけど、はい、重さも感じないし、うん、本当に飛ぶように走る。視野を広げて、うん、狙ってたグレードじゃないグレードでも、仕様、うんうん、じゃなくても視野を広げて探すとすごくいいんじゃないかなと思う。そうね、もう自然吸気でガソリン燃やしてエンジンはもう二度とないし、もうないですね。言ったらなんかもう馬車から車に乗った時ぐらい の、うん、あの変化が今、うん、来ようとしてるらしいですよ、うん、多分この車をこう長く持ってても、そうですね、うん、うちのカメラマンも 1.1 乗ってますけど、うん、あの墓場まで持ってくって言ってます、うん、ずっと乗り続けるっていう。あと世界中にファンがいるんで、あの何でもある、うん、
何でもできるって言ってました。だ例えばそのトラブルなんか もうみんなで共有化されてるし、もういろんなパーツあるし。そうだよね、はい、知ってます、このスポクロ、このちっちゃい下側の針、うん、振動で取れるらしいですよ。取ろうつって、はい、もうそうすると二度とはめられないっていう、バッタモノロレックスみたいな感じ。あ、そう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 らしいですよ。だ結構eBay とかで、うん、スポクロのこの部分だけ結構高い値段で売買されてる。へー、出品されてるやつは大体この針が落ちてたそれらしいです。買われる方なんかはその辺も見るといいんじゃないかな。あとはその伝送が、電子デバイスが本当に必要最低限っていうのは僕これプラスポイントじゃないかな、うん、そうですね。鍋に至ったらこの 2D ですからね。まあこの辺はいくらでもアップデートできますしね。まあスマホに置き換えてもいいですし。そうですね。ミニに座った時に、はい、あこのポジションいいなって思って、はい、ミニもいいですよね、うん、あの50最初買った時に、はい、その前にプジョー見に行ってて、はい、ちょっとコンパクトが欲しいなと思って、はい、ちょうどその時206か、はい、を見に行って、でうん、まあ悪くないななんて思いながら、そうだミニが出たわと思って、はい、でそれ初代 BMW ミニです。そう、はい、2002年、はい、2003年、うん、2002年か、はい、そう、はい、でじゃあ BM のディーラーも行ってみようなんて見に行って、はい、で座った瞬間にあれってこれだっつってですか、あの悪くないっていう感じで乗ってみたら、はい、あれなんだこれっつって買います、うん、でもそのぐらい分かりますよ、なんか座った時にこうしっくりくる、うん、そう、それがポルシェも、うん、一番最初に座ったのが生まれて初めて座ったポルシェが996だったんだよね、はい、あでもいいなポルシェのなんかこの座った感じっていうのがずっとあって、でその後に993とか996とかもっと古い911とか座ってみても、はい、あやっぱりどの彼らも座った感じがすごくいいなっていうのが印象的で、まあ、そっちのは走らせたことはないんだけども、はい、でこれになってもやっぱりポルシェの彼らはポジションがいいなって思うんですよね。なんすかね、うん、このハンドルとペダルと椅子の関係ですよね、うん、僕もフィットします、うん、でこの車両感覚の感じがすごくこう、はい、ストレスフリーな感じがして、はい、すごく考えられてると思います。そういうことなんだよね、位置関係とか、うん、その人間工学に基づいてっていうところと、はい、ちゃんとこう楽しませる部分と、はい、BMW もあれですよね、基本的にインテリア全部人間工学に基づいて作られてるんですよね、うん、ただそれ一辺倒になっちゃうとまたね、はい、つまんないところなんでね、うんうん、そこにいかにこうファンな部分を盛り込んでいくかっていうのはまあ多分上手なんだろうね、うん、この辺なんかもね、こういう物理スイッチがちょこちょこっと並んでるんで、はい、十分です。もう私はむしろこうでやってほしいです、オートエアコンと、うん、またポルシェも上を見るとキリがないじゃないですか、うん、レザーインテリアとか、うん、シートヒーターとか、うん、この辺全部埋まってますみたいな、うんうん、でピラーもそうね、これあるかにして、うんうん、まあでもそういうのはある程度後から、うん、テックアウト内装全部張り替えてもらって、うん、安定もできますし、でも、うん、十分です。いいっすね。いやいいな、欲しいな。いや最高な試乗でした。いやこの車は本当にもう何年式でしょう、何万キロでしょうっていうのを全部吹き飛ばす車として、いい車なので乗れば納得です。乗れば納得です、はい、ありがとうございます。
いやめちゃめちゃいい音してましたね。やっぱりね NA カレラいいです。ずっとターボ聞いてると、はい、割とターボも結構いい音するなーなんて思ってきちゃうんですけど、うん、こうやっぱり NA のちょっとこの回るエンジンの音聞くと、うん、やっぱりいいって思っちゃうんですよね。そうなんですよね、はい、そして最後になりますけれども月村さんの方からお知らせというかお得情報があるんですよね。そうですね、はい、今まで何本か YouTube 撮らせていただいて、いつも見てますみたいな方は結構いらっしゃるんですけど、 YouTube を見たので買いに来ましたっていう方がまだ私の前にはいらっしゃらないので、YouTube を見ました買いに来ましたっていう方がいらっしゃれば、月村まで来ていただければぜひ、特別なプライスで、はいはい、社長には自己承諾で、はいはい、販売させていただきたいと思います。はい、ぜひじゃあ月村さん宛てにそうですね、はい、ご連絡いただいて、はい、ご制約いただければお得なチャンスがあるかもということで、はいはい、ぜひご連絡お待ちしております。というわけで今回はポルシェ911カレラをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。